グッドモーニング YouTube。今日は女子大山本先生より FFRCT によるファンクショナルシンタックスコアの算出についてよろしくお願いします。よろしくお願いします。写真はトリプルコーク1440で、今回紹介するちょっと研究がひねりが多くてちょっと複雑なテーマだったのでこの表紙にしました。テイクオンメッセージですけれども、品詞一周的に機能的輸血を同定するマシンラーニング FFRCT で求めたファンクショナルシンタックスコア FSSCTA は、三種病変を有する比較的重症な CAD 患者におけるリスクを層別化し、ミスを予測しました。冠動脈 CT のみのシンタックスコア SSCTA や CAG による SSICA と比較して、治療戦略の適正化とアウトカム改善を可能とすることが示唆されました。FSSCTA は侵襲的検査で得られた FSS と少数例ではありますけれども、良好な相関関係を示しました。それでは背景に移っていきます。シンタックスコアは多指病変を有する CAD の重症度を定量化する解剖学的に基づくスコアリングシステムで、このスコアを用いて患者の治療方針を決定するのに役立てています。この研究は多指病変や左冠動脈弛緩病変に対して PCI、CABG を施行した3つのトライアル、1068症例において、シンタックスコアを算出し、シンタックスコアのロー、インターメディエートとハイスコアのそれぞれで PCI、CABG 後の予後を検討していますけれども、シンタックスコアが32以上以下では PCI、CABG の治療戦略下の予後の有意差は認めませんでしたけれども、33以上では PCI 群においてオールコーズデス、MI、ストロークの発生率が高いことが示されています。また、シンタックスコアは独立した予後予測因子でもあります。こちらはノンステイ CS に対して PCI を施行した2627症例において、シンタックスコアを算出し、3グループに群分けしていますけれども、ハイシンタックスコア、ハイスコア群において、オールコーズモータリティが優に高いことが示されています。これらの研究はいずれもシンタックスコアを侵襲的な CAG による解剖学的な狭窄度、重症度から病変をスコア化していますけれども、近年、冠動脈 CT がその CAD の評価において非侵襲的な画像診断法として利用されるようになりました。冠動脈疾患を疑われる4146症、46症例を対象とした研究ですけれども、冠動脈 CT とスタンダードケアでの CAD 精査において、優位差は認めないものの、冠動脈 CT 群において予後が良い傾向にあることが示されています。これは冠動脈 CT をして、PCI をしたりしたっていうことですかそうね。ですね。結局 PCI にするのか OMT にするのかっていうところではあるんですけど、通常のスタンダードケア、精査に加えて冠動脈 CT をした群の方が予後が良くなって、優位差ではないんですけれども、予後は良い傾向にあったという結果です。冠動脈 CT は診断だけでなく、予後予測としても有用です。プロミストライアルをキャドラッツで再分類し、予後評価を行った研究ですけれども、安定狭心症を対象とした多施設前向きランダム化比較試験で、CT 群に、割り付けられた3840症例が解析されています。CAD の重症度が上がるにつれて、このようにオールコーズです、MI、UAP による入院を含めたイベント発症率が上昇することが示されています。冠動脈 CT は高い精度で CAD を同定することができるため、冠動脈 CT による心拍スコア評価が行われるようになりました。冠動脈 CT、インベーシブ CAG を施行した ICM154 症例を対象とした研究では、冠動脈 CT を用いて算出した心拍スコアが、インベーシブ CAG による心拍スコアと良好な相関関係にあることが示されています。CAD では解剖学的な重症度とファンクショナルフローリザーブと、ファンクショナルフローリザーブ、FFR で評価した機能的虚血と一致しない病変が存在し、FFR ガイドの PCI は臨床転移を改善することが示されています。少なくとも1指 FFR が0.8未満の機能的虚血を有する888症例を対象としたこのランダム化研究では、FFR ガイドの
の PCI 群ではメディカルセラピー群と比較し、予後良好であったことが示されています。FFR、この FFR を統合したシンタックスコアである、ファンクショナルシンタックスコア、FSS は従来のシンタックスコアよりも優れた用語予測因子であることが期待されています。FAME スタディに登録された497症例を対象とした研究ですけれども、FFR0.8 未満となった病変のみで算出した FSS では、従来の SSS、シンタックスコア、SS で中等度から高度のスコア、群に分類された患者のうち 25% が低スコア群に再分類されています。この再分類された群で見てみると、1年後の死亡 MI の発生率は FSS におけるローリスク群で優位に低地であったことが示されています。 FFR は通常侵襲的な CAT で測定されますけれども、冠動脈 CT において流体力学を応用し、非侵襲的な FFR 評価が可能となりました。こちらは日本を含めた複数の国が参加した NEXT スタディですけれども、カテーテルによる FFR0.80 をゴールドスタンダードとし、FFR-CT、冠動脈CT のみの診断のを比較していますけれども、この ROC の解析の結果から、FFR-CT の診断のが冠動脈 CT を上回ることが示されています。シンタクススタディのサブ解析で、三種病変を有し、冠動脈 CT とインベーシブ CAG により、FFR を算出した53症例を対象とした研究ですけれども、こちらは小規模の研究ではありますけれども、FFR-CT において、インベーシブ CAG で求めた、ファンクショナルシンタックスコアと同程度の値が算出されることが示されています。さらにですね、近年、マシンラーニングの進歩により出現したのが、マシンラーニングベースの血流評価である、マシンラーニング FFR-CT です。こちらは同一症例の冠動脈 CT と、マシンラーニングによる FFR-CT、流体力学を利用した FFR、インベーシブ FFR を比較して並べていますけれども、どちらの症例において、どの症例においても高い再現性を示すことが認めています。マシンラーニング FFR-CT は、侵襲的に得られた FFR と、先ほど説明した流体力学の FFR と比較し、優位な相関関係を示すことが示されています。これまでマシンラーニングを用いたファンクショナルシンタックス化の予後予測能に関しては、これまで検討されていないため、本研究では三種病変を伴う CAD 患者におけるマシンラーニングによる FSS の予後予測能と治療戦略に与える影響を評価することを目的としています。方法です。2007年から2016年の間に CAG で指摘された 50% 以上の三種病変を有する CAD で、CAG から90日以内の冠動脈 CT を施行している360症例をレトロスペクティブに登録しています。そのうち閉塞病変や疾患部病変、再管理療法の既往がある患者を除外しています。肝危険因子などの臨床データに関しては電子カルテより取得をしています。冠動脈 CT は通常のプロトコルで撮動を行い、盲検化者2名の毒 A により患者ごとの SSCTA を算出しています。FSSCTA に関しては専用のソフトウェアを用いて CTFFR を測定し、機能的拒絶陽性となった病変のみで算出を行っています。また CAG の所見から SSICA も算出し、それぞれのシンタックスコアで22をカットオフとし、患者をローリスク、インターメディエットハイリスクに分類をしています。結果です。最初に360症例が登録され、再管理療法の既往が42人、冠動脈閉塞が25人、冠動脈 CT のデータが不十分な症例が24人、臨床フォローアップデータの欠損が31人、さらに CTFFR が算出できない症例が11人、の計133症例が除外され、最終的に227症例の患者が対象となりました。これらの患者を冠動脈 CT、マシンラーニング FFR-CT、侵襲的な CAG により、シンタックス化を算出し、
22をカットオフとして2群に分類しています。こちらは CandomCET によるシンタックスコアで分類した2群間を比較したキャラクタリスティックスです。患者全体の平均年齢は66歳で、男性は 60%。 CandomCET で1016の病変が指摘され、シンタックスコア、冠動脈 CT によるシンタックスコアの中央値は27でした。ハイ、リスク群では高血圧と COBT の有病率が高値でしたが、その他に関しては有意差は認めませんでした。また、シンタックススコアの中央値に関しては、ローリスク群で17、モデレートトゥハイリスク群で28となりました。こちらは SSICA と SSCTA の差と相関関係の有無を示したグラフですけれども、冠動脈 CT、いや、すみません、CAG では967病変が指摘され、SSICA の中央値は24と SSCT の27と比較し低値となりました。SSCTA と SSICA では平均 3.41 の差を認めましたけれども、SSCTA、SSICA、との間には良好な相関関係を認めています。さらに登録患者のうち、インベージブ FFR を施行している26症例においても、ファンクショナルシンタックスコアと通常の CAG で、測定したファンクショナルシンタックスコアと冠動脈 CT で、測定したファンクショナルシンタックスコアを比較を行っていますけれども、この両者の間には有意な差はなく、さらに良好な相関関係を認めることが示されています。こちらは FSS-CTA で分類した2群間を比較したキャラクタリスティックスですけれども、モデレートハイリスク群ではローリスク群と比較し、病変の数が多く、さらにバイファケーションやオスティン病変、また蛇行病変が多いなど、よりコンプレックスな病変でした。PCI を施行した人数に関しては両群間で同程度でしたけれども、ステントの本数やステントの長さに関しては、モデレートハイリスク群で有意に高い値となることが示されています。こちらはドイツ症例の冠動脈 CT、CAG、マシンラーニング FFR-CT の画像ですけれども、冠動脈 CT においてはシンタックス層が25、CAG ではシンタックスが23となり、いずれもモデル2ハイリスク群に分類されましたけれども、FFRCT では LCX の病変が機能的拒絶を示さず、FSSCTA は20となり、ローリスク群に分類されています。フォローアップ期間の中央値は26ヶ月で、メースは39症例の患者に認め、そのうち 74%。が再血行再建でした。メースの発生率はローリスク群で優位に低値であり、また再血行再建もローリスク群で低値となりましたけれども、全死亡 MI に関しては優位差は認めませんでした。メースの発生率に関しては FSSCTA、SSICA、SSCTA によるハイリスク群でそれぞれ34%、27%、24% となり、ローリスク群より優位に高値となりました。単変量化解析では、シンタックスコア、SSICA、SSCTA、FSSCTA、いずれにおいてもメースと優位に関連していることが示されました。性別、年齢、すみません、性別、DM、スモーキングを含めた多変量解析では、DM と FSSCTA がメースの独立した予測因子となることが示されています。メースに対する ROC 解析では、FSSCTA の AUC は 0.81 となり、SSCTA や SSICA の 0.75 と比較し、高値となりました。また、再血行再建の ROC に関しても、同様に FSCTA は 0.80 となり、SSCTA、SSICA よりも高値となりました。ごめんなさい、ここまでのこの FSSCTA はマシンラーニングじゃない
やつっていうことでいいあ、ですかね。すみません。この研究はすべてマシンラーニングあ、で、もうこれ全部マシンラーニン全グ部なんでです。す。はい。はい。はい。各シンタックスコアでの治療戦略ごとの明差、出率を示したテーブルです。冠動脈 CT に、マシンラーニング FFRCT を加えることで、このように52症例がモデルトゥハイリスク群からローリスク群に再分類されたことが分かります。いずれにしても、ほとんどの症例において PCI が施行されていますけれども、CABG が進められたが実際に PCI や OMT で治療を受けた患者において、メイスの発生率はそれぞれ 37%、28%、26% であり、FSSCTA は SSCTA よりも、その CABG を進めたのにもかかわらず、PCI や OMT をしたことによって、メイスを発生した発生率というのは高いことが示されました。ディスカッションです。マシンラーニングベースの CTFFR で得られる FSSCTA は、CAD3 指標変においてモデレットハイリスク群を同定し、メイスの独立した予測因子となることが示されました。FSSCTA は FSS と優れた相関性が示され、解剖学的、機能的情報を含むパラメータであり、メイスのリスクをより的確に層別化し、適切な治療戦略を選択可能となることが示唆されました。SSCTA と SSICA を比較したこれまでの研究では、比較的単純な病変を持つ患者が対象でしたが、本研究ではシンタックス下の中央値が27点と、比較的複雑な病変を有する CAD が対象となりました。FSSCTA は非侵襲的に得られるため、 CAG や FFR などの手技によるリスクを低減することが期待されます。また、マシンラーニングベースの CTFFR は検査施設で算出可能であり、時間効率がよく臨床に適していると考えられます。 SSCTA は SSICA と比較しても、 FSCTA はモデレートハイリスク群をより正確に特定でき、治療戦略の適正化とアウトカム改善を可能とすることが示唆されました。しかしながら、FSSCTA が血行再建術の治療選択に有用で、より良い臨床転機をもたらすことを証明するには、前向きな無作為比較試験が必要と考えられます。リミテーションは記載の通りです。結論です。マシンラーニング CTFFR に基づく FSSCTA は CAD3 指標変患者におけるリスク層別化と血行再建の治療戦略の最適化を可能にし、メイスのリスクを予測することが示唆されました。以上です。はい、山本先生、ありがとうございました。今日はマシンラーニングによる FFRCT によるファンクショナルシンタックスコアの、予測能ということでお話しいただきました。非常に面白くて、これがゴールドスタンダードになってくる可能性も十分あるんじゃないかなと思うんですけれども、そもそもその背景としては、三段論法ぐらいですけども、まず FFR ガイドの、PCI をするかどうかの決定には、しっかりエビデンスがあって、その上で、シンタックスコアよりもその FFR の値を加えたファンクショナルシンタックスコアの方が予後予測の方がいいと。で、そのさらに、コロナリー CT でも CAG でも、シンタックスコアは、相関しているというような関係性があるので、コロナリー CT によるファンクショナルシンタックスコアでもいけるんじゃないかというのが、バックグラウンドとしてあって、今回は、CAG によるシンタックスコアと、冠動脈 CT によるシンタックスコアと、冠動脈マシンラーニングの、FFR。 FFR シンタックスコア、ファンクショナルシンタックスコアということで比較して、マシンラーニングによる冠動脈 CT の FSS が、一番予測能が良かったっていうことになりますね。はい。一応ちょっと研究の背景の確認なんですけど、これは一応、レトロの研究で、ここの検査を事前にやってた人を解析したっていうような感じですかね。そうですね、おっしゃる通りです。そうすると、そのレトロなんで、その方が PCI するかどうかの判断は、術者というか主治医の判断で、もしかしたらその CAG の検査を根拠に PCI されてる人も含まれるということですかね。そうですね、はい。CAG が、結局、冠動脈 CT とどっちが先かとかも書いてなかったので、おそらくすべての検査で主治医が判断して、行っているということです。そうすると、最終的にこの検査方法が本当に妥当かどうかっていうのを調べるためには、前向きに割り付けて、その後の予後
そうですをね、はい。見ないと、まあ、最終的な決着はやっぱり言いにくいですかね。あと、このマシンラーニングのこの冠動脈 CT の FSS の算出っていうのが、もうちょっとは初めて聞いたんですけども、これはそのこれまでの、その流体力学を利用した FFRCT よりも、まあ、より簡便なものなんですか？そうですね、一応、ゴールドスタンダードは、その流体力学を利用した、その FFR を参考にして、まあ、マシンラーニングさせて、まあ、冠動脈 CT のその 3D 構築の画像のみで出すっていうことらしくて、で、その、いわゆるその、なんて言うんでしょう、別のところにこうデータを送って帰ってくるのを待つのが、通常の CTFFR とか FFRCT じゃないですか。ハートフローラションそれを、なんていうか、その検査施設でやることができるので、なんていうか、時間も短くて、まあ、データの流出もないっていうところが、まあ、大きなメリットみたいです。なるほど。わかりました。あと、このマシンラーニングのこの FSS の方は、その狭窄の度合いとかだけじゃなくて、まあ、CT なんで、このプラークの正常とかまで加味して、もしかしたら、こう、用語の差別化もできるんじゃないかなとか思ったんですけども、そこは、このマシンラーニングには含まれてるんですかね。詳しくは書かれてないんですけども、もしかしたらそのマシンラーニングなので、まあ、そういったことも全て加味しているのかもしれないです。そうすると、なんかもうマシンラーニングなんで、あえてこの FFR、あのファン、FSS ですかね、ファンクショナルシンタックスコアにとらわれない、こう、PCI やった方がいい、やった方が良くないっていう結論でもいいのかなと思っちゃったりもするんですけども。まあ、シンタックスコアっていうのをそうですね、なんかあえ計て今算までするのこのシンタックスコアにとらわれて値を算出するっていう方法をとってますけども、もうそのプラークの正常なんかも加味して、まあ、このマシンラーニングにかけたら、やった方がいいかやった方が良くないかの、この、答えが返ってくるみたいなシステムでもいいのかなと思ったんですけど、あえてこのシンタックスコアにやっぱ絡めてくるっていうのは、まあ、これまでの流れを踏襲してっていうことになるんですかね。そうですね。本当は多分理想としては多分バックグラウンドとかその DMR とか高血圧があるとかそういうのも全部ごっちゃにしたラそうディオでミッすクスね、というか画像のデータとクリニカルデータと全部統計してこの人は OMT でいいよとか PCICBG がいいよっていうふうに出るのが、まあ、最終的な理想なのかなとは思うんですけど、そうです。確かに歴史の流れを見てシンタックスコアを返してたのかなと思います。確かにマシンラーニングになるともう画像だけにとらわれない情報も別に入れてもいけそうな感じがします。なるほど、ありがとうございました。何かご意見ある方、いかがでしょうか。樹上先生、いかがですか。はい、ありがとうございました。安倍先生の言う通りだなと僕も思っていて、質問はですね、このマシンラーニングっていうのは、それまでのものと何が違うんですかね。ですね、ちょっと詳しくは書かれてなかったんです。どんな情報が加味され、さらに加味されて、なんか違う風になっているのかっていうのは。そうですね。ちょっと詳しく書かれてなかったんですけど、その流体力学を利用するものだと、まあ、ちゃんとした計算式があって、まあ、それを予測して多分出してるんだと思うんですね。まあ、それもハットフローラションブラックボックスなんで、わからないんですけど、で、その流体力学で出した、その FFR の値があるじゃないですか。それを学習されてるんで、もう完全になんていうか、画像のデータ、その、まあ、安倍先生がおっしゃる通り、プラークとかを見てるのかもしれないし、まあ、長さとか、あるいは狭窄度とか、まあ、すべてのデータを、まあ、こういう形だったらこの数字になるよっていうので、どん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 こう学習させてるのかなと思ったんですけど、ちょっと詳しいことはわかんない。ハートフロー社に頼んで、この右側の画像が返ってくるってことは、彼らもそれを使って、その色分けをしてるってことなんじゃな、流体力学を使って、この画像を、まあ、くれてるんじゃないかなと思うんですけど、それ以上の何かができるってことになるんですか？むしろ、なんていうか、それ以下っていうことになるんですかね。なんていうか、流体力学の式を使わないので、どう出してるんですかね。か一応その理論原理はあるはずじゃないですか。その流体力学で、こういう理論で計算式があるから出してる。だけども、おそらくマシンラーニングだと、もうそれを返さずに、こういう形でこういう特徴だったら、もう、なんちゅうか、こういう数字になるっていうふうなのも、もう何千例、
学習させると出るようになるんですかね。強作度をあくまで CT だから、まあ、ファンクショナルですけど、その、はい、ファンクショナルな強作度を判定してくれるっていう意味ですよね。そうですね。まあ、一番効くのは強作度だったりっていうことだと思うんですけど、はいはいはい、それがね、やっぱり、プラークだったり、病変調だったり、なんて言うんでしょう、蛇行病変だったりっていうのも、まあ、マルチファクターで効いてくるんだと思うんですけど、うん、大事なことはそれらの値を使って、はい、まあ、シンタックスでやるとしたら、はい、その、まあ、シンタックスが高い人はバイパスをおすすめする、はい、そうじゃない人は PCI をするという、まあ、その判断材料になるということですよね。そうですね。もう一つしないっていう方法は、その値が低ければ PCI もしないでっていうメディカルな選択肢もあるっていうふうに考えていいわけですか。はい、前向き試験をやってそういった結果がもし出ればそういう選択肢もあるのかなと思ったんですけど、うん、ただ一方で確か柴原先生がなんか前読んだやつで CBG やる人はもうなんか機能的虚血見なくてもいいみたいななんかやつありましたよね。なんか機能的虚血を見なくてもとりあえず強作があったら全部つなげば成績が良かったみたいな あんまり FFR の値が値にならないっていうのはありましたね。ありましたよね。だからそうなっちゃうと、はい、結局そのマシンラーニング FFRC ってこの FFR を出すメリットっていうのは強作あるんだけども機能的虚血がないからここやんなくていいよね、じゃあ PCI でいいよねっていう話なんで、なんかそのなんて言うんでしょう、もう PCI やった方がいいよって人はなんかもはや CBG でもいいんじゃないのってなってしまうので、確かに OMT で大丈夫だよって人を見つけるのにはもしかしたら有用なのかもしれないですね。わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちなみにこの、はい、ちょっとわかんないかもしれないですけど、マシンラーニングはこの、はい、まあ、与えてる情報は多分この冠動脈 CT の画像だと思うんですけど、はい、答えは何を与えてるんですかね。臨床イベントなのか、CAG の時に侵襲的に測った FFR の値なのか。何を答えとして与えて学習させてるかって分かりますか。一応確かあの最初の言論も読んだら FFR の値だったと思うんですけど、イベントの有無ではなくて、ただそのインベージブだったかその流体力学を利用した FFRCT だったかはちょっとすいません覚えてないです、申し訳ない。じゃあそうすると、まああくまでこのマシンラーニングが出せる答えは FFR の値は超えないっていうことになりますね。そうですね、はい、むしろその臨床イベントっていうところの答えに与えると、まあ、あえてその FFR を経由しなくてもいいものが構築できるかもしれないですね。はい、ありがとうございます。高田先生いかがでしょうか。ありがとうございます。ちょっと安倍先生と十条先生と結構かぶってたんですけど、その CABG を見るのが重要なのかなと思ったんですけど、はい、今回そこに対してはどうなんですか。そのカプラマイヤーが、はいはい、もういいか、ROC ですよね。はい。これは、メースなんですよね。そうですね、メースと再結構再建で。この下は、はい、下、はい。あ、その、その次、はい。はい。いや、実はですね、CABG ほとんどされてないんですよね。なんかですね、その、そもそもシンタックスコアって CABG をするか、はい、PCI をするかで、その22以上未満で判断する材料になるのかなって理解してたんですけど、はい、メイスを予測するっていうことに使えるっていうことになるんですかね。ですね、多分もともと僕らがウェブ使うと CBG に行くかどうかっていうところで使ってるんですけど、はい、その他のそのデータで、他のまあ研究で一応予後も見れるっていうことがまあ分かっててっていうので、今回、メースの予測と、まあ、リスク層別化を見たっていうところなんですけど、あれ、CABG のシンタックスコアのカットオフって32でしたっけですよね、なんか。22ぐらいのイメージ。22でしたっけ、違いましたっけ。なんか、ハイリスクの32だと思うんですけど、すいません。あ、まあ22なんです。だからそうすると、本当に22以上だったとしても、全然 CABG やってないじゃんっていうような。群なので、まあ、かなりリミテーションが、ね、あるのかなと思います。わかりました。じゃあこれはこのファンクショナル、今回の、マシンラーニングを用いたやつは、まあ、CABG をするかどうかの判断には
使えるかどうかはちょっと分かんないということですね。そうですね、まあ、実際にやるとすれば前向き研究がまあ必要ですし、まあ、そもそもこの群自体が PCI が多いので、ちょっとそれもなかなかしさは難しいのかなと個人的には思います。メッセージとしてはこの22以上を超えてた人っていうのは積極的に PCI なり、はい、CABG なりしましょうっていう感じになるんでしょうか。まあそうですね、まあ、やるかやらないか主治医に任されてしまってるんですけども、一応まあそのや、まあ、やってる人やらない人全部ごっちゃ混ぜにしてても、まあ、やはりシンタックスが高い人は、まあ、用語が悪そうで、悪そうです、あとは、はい、あとはまあ後ろ向きなんですけども、まあ、救命数あシンタックスが高い CBG がやった方がいいよっていう人にもかかわらず PCI、OMT に行った人の、まあ、命数発生率で見るとやっぱりファンクショナルシンタックスコアの、なんて言うんでしょう。で、CBG をやった方がいいと言われているのに、結局 OMT、PCI になって、メースを発生してしまったっていう人の率が高かったので、まあ、やっぱりその分類の、まあ、診断のというか、分類のっていうんですかね、は、まあ、FSSCTA が高いんじゃなかろうかっていう、ちょっと、まあ、無理がある。でも、それはやっぱり、その指示に従ってイベントを見て初めて比較できるものであって、はい、なかなかそれは、かなり間接的ですよね。そうですね。かなり。それをもって、だから FSSCTA の方が診断能力が高いって言ってしまうのはかなり無理がある感じがします、ね。かなり厳しいと思います。一応著者もそういうふうに書いてはいたんですけど、これはちょっと言い過ぎかなっていう感じでした。まあ、そもそもやっぱり診断のその正確性っていうのと、その治療っていう2つのファクターが、常にやっぱあるから、こういうのってすごい難しいですよね。はい。はい、ありました。はい、まあ、分類が、まあ、しっかりできるということですね。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。他いかがでしょうか。柴橋先生お願いします。ありがとうございました。ちょっと話出ちゃったかもしれないですけど、同じ患者にこの3つの検査してて、はい、最終的には何で PCI するって決めたんですか。この場合は、このマシンラーニング FFCT を出してないので、この CT と CAG、まあ、おそらく CAG を、まあ、最後の、なんて言うんでしょう、判断材料にしてたんじゃないかなと思います。そうすると、PCR の時に、虚血評価ってどうやってやってるんですか。FFR やったのは26症例いたんですよね。だから、多分、まあ、たった26症例しかいないので、基本的には、まあ、目視で、治療して、で迷ったところは、まあ、FFR を出したってことなのかなと思います。そうすると、はい、3指だけど、ステントが3本っていうのは意外と3本全部、はい、3指全部入れてるかもしれない。そうですね。おそらく、この確率から見ると、そうなんだと思います。なんかそうすると、結構そもそものこの、だから1個欲しかったのは、FSSICA が1個欲しかったなと思ったんですけど、はい、そもそものこの PCI を決めた時の機能的虚血評価ができてない中で、はい、その CAG たちと後に解析して機能虚血を起こす検査が良くなるって、それはそうなんじゃないかなとちょっと思っちゃったんですけど、聞いてて、はいはいはい、だ事前に機能虚血評価土台が違うというか、そうそうそう、機能虚血評価して欲しかったなと思ったのがちょっと一個感想でした。あともう一個は、ちょっとさっきディスカッションで出てましたけど、はい、CBG は FFR をしなくてもいいというか、はい、フェイムスの3だと、はい、PCI が前例 FFR ガイド PCI してて、はい、ABG が、特に FFR せずに、はいはいはい、暗行ガイドでバイパスつないでるんですけど、それでバイパスが勝ったっていうスタディだったので、はいはいはい、ちょっとそのバイパスの時に FFR 本当にした方がいいのかした方が良くないのか、ちょっとまだ分かんないが答えかもしれないですね。なるほど。一応付け加えですけど。ありがとうございます。ありがとうございます。確かにこの FSSCTI と ICA がちょっと見たかったなっていうのはありますよね。そうですね。はい、ありがとうございます。他は大丈夫ですかね。
はい、今日は新しいマシンラーニングによる、コロナリシティの、ファンクショナルシンタックスコアの有用性ということでお話しいただきました。まあ、議論にも出てましたけど、あくまで今回治療方針に介入した試験じゃなくて、後ろ向きに治療された患者さんを、予後予測能として診断のツールとして検討したということになるので、まあ、この結果をもってマシンラーニングによるものが、まあ、優れているっていうところまではやっぱりなかなか言えないと思いますんで、今後前向きにこのツールを用いて治療するしないを判断していって、その上で異様が出た場合にはこっちが優れてるって言えるっていうような流れになるかなと思います。では今日もコロナに気をつけていってらっしゃい。